昭和研究会は、この絵文丸の指摘、ブレーントラスト。主催者は、この絵のブレーンの一人だった、後藤隆之介。1933年12月27日、設立1940年11月19日、廃止。ただし、正式な組織として、発足手続きが取られたのは1936年11月に、入ってからである。後藤隆之介は、 昭和教皇の中で急防する農村救済を元学友のこの江文丸に訴え、1933年8月1日に時事問題懇談会を主催する後藤事務所を創設し、老山正道と共に組織の交流を作る。そして12月27日にこの会を昭和研究会と命名して憲法の範囲内の改革、規制政党反対を掲げた。 当初はこの絵を囲む政治、経済、社会に関する指的勉強会の色合いが強く組織と呼べるような形態にはなっていなかった。1936年に入ってこの絵が首相候補として浮上してくると正式な団体としての結成が行われ11月に設立主意書が発表された。その事業要項には非常事局を円滑に収集し、 我が国力の充実発展を期するため、外交、国防、経済、社会、教育、行政等の各分野にわたり、刷新の方策を調査研究することをうたった。常任委員及び、これを補佐する委員のもとに部会が設置され、各部会ごとに専門委員会や研究会が組織されて、各会のメンバーが調査研究に当たった。これは、 この絵ふみ丸に投信されたほか、一般向けの書籍の形でも公開された。東亜共同体論や新体制運動促進などを、会の主張として掲げ、後のこの絵による、党は新秩序、体制翼3回に大きな影響を与えることとなるが、同時に、平沼木一郎など国水主義を掲げる、政治家、官僚、右翼から赤などの批判、攻撃となって、現れるようになる。 また、新体制運動などに対しても、会員間で意見の相違が現れるようになった。このため、体制翼3会に発展的に解消するという名目によって1940年11月に解散した。昭和研究会のメンバーが同会から発展する形で独自に結成した昭和同人会や昭和塾は、研究会解散後も活動を継続したが、 1941年のゾルゲ事件で昭和塾の幹部である尾崎秀美が逮捕されたことによって解散されることになった。なお、昭和同人会は戦後に後藤らによって再建されることとなる。大正期から青年団や農業問題に取り組んでいた後藤隆之介は昭和教皇の中で急防する農村救済を元学友のこの絵踏丸に訴えていく過程の中で、 その信任を得ていくことになる。この絵と、後藤は満州事変後の激変する内外の情勢に対応するための政策研究団体の必要性を感じて構想作りに入る。1932年6月、後藤は欧米視察に出発、ベルリンでアドルフ・ヒトラーの演説を聞き、モスクワではレーニン病状のスターリンの銅像の数歩近くまで近づくことができた。 また、アメリカでは、フランクリン・ルーズベルト大統領のブレイントラストと、ニューディール政策に感銘を受ける。欧米各国歴法から帰還した1933年5月、社会大衆党の亀井寛一郎から、国内の情勢を聞き、親友この絵をサポートするべく、国策全般についての研究組織を立ち上げる決意を固める。同年8月1日、 後藤は新団体の母体となる時事問題懇談会を主催する個人事務所である後藤事務所を青山の市が直方邸の隣に創設する。後藤と老山正道が組織の交流づくりに当たった。この絵文丸を中心に霞三会館で会合が開かれ、海軍から石川慎吾、陸軍から鈴木定一、社会大衆党から麻生久さ亀井、などを招いた。 12月27日に発起人会を霞山会館で開いた。集まったのは、有馬頼康、河井英次郎、佐藤博史那須明、前田多門、井川忠夫、坂井三郎である。これらの人々の推薦で、荒木英吉、川上上太郎、松岡小牧吉、関口康氏、田沢義春、田辺塚丸、東畑誠一、田島道春を加えることが決まった。 そして、この会を昭和研究会と命名した。ローさんが昭和国策要項総案をまとめ、この要項審議と同時に、松井春が経済参謀本部論、三浦哲太郎、石橋丹山、山崎安澄が統制経済について、大倉金持が満州問題をまとめた。また、アメリカから帰国した高橋亀吉からニューディール政策について講和を受けた。 1935年3月5日に移転を決定、国策研究所の創立について、後藤隆之介、老三、大倉、以下は、堺、松井が集まり協議して、現行憲法の範囲内で、国内改革をする、規制政党を排撃する、ファシズムに反対するの3点を根本方針とした。次の会合には、上記メンバーに、笹広夫、 高橋亀吉が加わり、老産と共に、高橋が週に2、3回出勤し、政治、経済両部門の柱を持つに至る。老産の紹介で、谷崎公平、高橋の紹介で、岩崎英一の二人が入所。昭和11年には、佐々の紹介で、大山岩尾が入所した。1936年の2.26事件後の11月に、 昭和研究会設立主意書が発表された。その事業要項には、非常時局を円滑に収集し、我が国力の充実発展を期するため、外交、国防、経済、社会、教育、行政等の各分野にわたり、刷新の方策を調査研究することを謳った。この時の常任委員は、後藤隆之介、牢山正道、茅屋沖則、後藤文夫、笹広 高橋亀吉、那須明、松井春を、大倉金持、東俣誠一、唐沢俊樹、田島道春、山崎安栖、野崎龍七で、委員が、青木和夫、有田八郎、石黒忠厚、風見明、柏で慶之助、滝正を、照岡義桃、湯沢道を、津島俊一、吉田茂、吉野信次らである。1937年6月、第1次。 この絵内閣が成立。その直後に、品事変が起こると、10月に、後藤龍之助と、堺は、朝鮮、満州、北市の視察に出かけた。満祖国境第一線の東康氏に、鈴木定一部隊長を訪ね、笹広の紹介で、黒川省の海野政治と法典の平定蔵に会う。天津では、満鉄の石原茂高と、宗女林にも会い、北京で、 同盟通信社の松方三郎と大使政策の根本問題について意見を交わす。その後、三木清矢部貞治、劉慎太郎が常任委員として加わる。また宇都宮徳馬、平定蔵、朝日新聞から大西人志、尾崎秀美、沢村勝人、増田豊彦などが委員として参加し、新たな会員を増やしていくことになる。次第に、 専門研究会が増加し、1938年には、世界政策研究会、政治動向研究会、政治機構研究会、経済情勢研究会、増税研究会、財政金融研究会、予算編成に関する研究会、貿易研究会、農業団体統制研究会、農業政策研究会、労働問題研究会、東アブロック経済研究会、 シナ問題研究会、外交問題研究会、文化研究会、教育問題研究会があった。また、1934年6月7日から7日会が開催されており、1938年4月には、唐沢、岸道造、松井春夫、千葉三郎、橋本聖之助を幹事とする昭和同人会、これと同様の若手グループによる、東和クラブ、 笹広と平定蔵による昭和塾全国的な地方組織の結成を目指す総年団規制同盟昭和11年末の自局懇談会ハブ37平井洋さん林広告らを指導者とする若者たちの国民運動研究会など会の発達と並行して関連団体が発足していく党和共同体論や新体制運動促進などを 会の主張として掲げ、後のこの絵による、東は新秩序、体制翼参会に大きな影響を与えることとなる。同時に、平沼喜一郎など国水主義を掲げる、政治家、官僚、右翼から赤として批判、攻撃されるようになり、経済政策も財界から反対に合う。また、体制翼参会を政治結社とするか、くじ結社とするかなど、 新体制運動などに対しても、会員間で意見が対立するようになった。こういったことから、体制翼散会に発展的に解消するという名目によって1940年11月に解散した。体制翼散会議会局を作り、そこに回答した各党の議員らを全部押し込める形になったので、議員らの不満が募り、翼散会の予算審議で議員らの不満が爆発した。 例えば、小泉淳也は、後藤隆之介が皇軍を批判し、共産軍に同調しているとして非難した。昭和12年3月、政治機構改革研究会が第1回の会合を開き、委員は、唐沢、佐々、松井、中村慶の新、老三などであった。その後、会合を重ねるうちに、亀井寛一郎、河野書家、木村正義、関口康氏 長谷川尼世館、橋本聖之助、船田中、前田多門らが委員に加わった。昭和13年7月に貴族院改革要項、8月に内閣制度改革要項を発表。昭和15年6月、政治機構改新大綱を発表する。経済情勢研究会、財政金融研究会、東亜ブロック経済研究会、労働問題研究会、 農村問題研究会を設立する。昭和12年12月、民間経済中枢機関支援を発表。昭和13年2月、臨時経済調整調案要項を発表。同年12月、東亜ブロック経済研究用語書きを配布。昭和14年、東亜経済ブロックの特質とその世界指摘意義を発表。昭和15年8月に、 有沢博美を中心に執筆した日本経済再編成試案を公表し、財界に衝撃を与え反対に合う。昭和11年6月に品問題委員会の第1回会合が開かれ、当初の委員は、青木和夫、伊沢道夫、大西人志、東郷慎治、高木陸郎、坂西里八郎、津田静江、土屋慶造、油屋京一、吉岡文六。 大倉金持ち、風見明、後藤隆之介、滝正夫、那須明である。坂井らは、若手の下部組織による上級委員会の主導を考え、風見明を委員長に、死な問題研究会を作った。委員は、尾崎秀美、小沢正元、後藤貞治、小原徹、田中かなえ、中村恒造、樋口博堀江雄一、山上正義、大山岩尾、 坂井三郎である。六甲橋事件勃発後の昭和12年10月には、後藤龍之介と坂井が、朝鮮、満州、北市を視察する。同年12月、品ジ編集集大事案を政府に権限する。昭和12年、世界政策研究会を設置。委員は、永井松蔵、林久二郎、古垣哲夫、山川橋夫と、 後藤文雄、大倉金持、老三聖堂、笹広佐藤康之助、石田霊介、足田人志、伊藤正則、有田八郎、松井春夫、那須明、後藤龍之介である。三木清が中央公論に書いた、日本の現実という品事変の文化史的意義についての評論に触発され、毎月一回、七日会という勉強会を開き、三木清の講義を聞いた。 シナ事変の世界史的意義という講話では、日本の世界史的使命は、リベラリズム、ファシズムを使用し、コミュニズムに対抗する根本理念を把握することであり、これを空間的に言えば、東和の統一であり、時間的に言えば、資本主義社会の是正であった。こうした、ミキの思想に感銘を受けた会員たちは、文化研究会を設けることを決定し、ミキ清シが委員長になった。 委員は、加田テ次、ジ、サエグサヒロト、シ中島健造、菅井淳一、福井光淳、船山新一らで、後に、笹広尾、竜慎太郎、矢部貞春が随時加わり、新日本の思想原理、共同主義の哲学的基礎、作成、発表した。また経済再編成研究会の協力を得て、共同主義の経済倫理をまとめ、昭和15年9月に発表した。 昭和研究会には軍部に代表される規制勢力が立ちはだかったが、昭和研究会は軍部との妥協や軍部の意向を先取り、先望を担ぐことにより影響力を行使を図った。竹内洋によればマイルズ・フレッチャーは一家のように評している。ローさんやカサ、ミキといった昭和研究会の指導者は戦前期に起こった出来事の単なる犠牲者ではなかったし、 また抵抗者でもなかった。1930年代半ばには彼ら知識人たちは影響力を行使したいと望んだからこそ改革戦略を実行するのに好都合な選択として国家に向かったのである。彼ら知識人たちは経済の国家統制を強化しアジアの名手になるという日本人の使命感を肯定した。振り返ってみると昭和戦前期は 暗い時代だったが、彼らにとっては輝かしい新しい社会という希望を与えてくれる時代だったのである。知識人とファシズムこの衛神体制と昭和研究会。ありがとうございます。